峰田ヒロムのよ運極のお供ラジオかっこいい峰田ヒロムの運極のお供ラジオよー峰田ヒロムの運極のお供ラジオイエーイ少子上様のおそばにはこの蘭丸がいることよもや忘れてはおるまいな。どうも森蘭丸役の峰田ヒロムです。さあ始まりました、峰田ヒロムの運極のお供ラジオ。はーい、よっよっよっ今日あのね、作家の八重くんがねおらんくて、代わりにプロデューサーなんですか田中さんは。意地悪な人です。意地悪な人、意地悪な人、タナちゃん入ってます。タナちゃんです。タナちゃん言われたいや今つけましたはい、タナちゃんさんと一緒にお送りしていく峰田ヒロムの運極のお供ラジオ。この番組はですね、皆さんがモンストで運極作成や身の厳選をする時の集会としてお供として聞いていただくラジオ番組となっております。新進気鋭のモンスト YouTuber の方や声優アーティストといったさまざまな業界のモンストストライカーをお呼びする番組となっております。集会として、うん、意地悪だな間違えたの分かってるよ、そりゃいけたかなっていつものやつじゃん。いけてない、いけてないじゃあテイク2ね、いくよ。この番組は皆さんがモンストで運極作成や身の厳選で周回する時のお供として聞いていただくラジオ番組となっておりまして、新進系のモンスト YouTuber の方や声優アーティストといったさまざまな業界のモンストストライカーをお呼びする番組となっております。あっ笑ったらテイク2使えない。じゃあそんなことないよ、何意地悪だな、意地悪タナちゃんって言っちゃうよ、意地悪タナちゃん。いや、まあまあか、置いといて、置いといてじゃないのよ、目の前で置いといてだけど、行くよ次。はい、僕のラジオですわね。え、なんて落ち着け、ミネタ落ち着け。僕のラジオではモンストをやっている声優さんはもちろん、モンストをやったことない声優さんも呼んで業界全体にモンストを広めていこうなんて思っております。そして今日いない八千恵くんからお便りが届いております。ミネタさんへ、今回のラジオが配信される11月26日はいい風呂の日となっているそうですが、私は風呂に入ったら必ず歯磨きをします。同時にたとえ直前に磨いていても風呂に入ると磨いてしまいます磨かないと気が済まないのです。これって変でしょうか峰田さんにはお風呂やシャワーのこだわりとかルーティーンとかありますか、どうぞ教えてください。おちょもネームやっちゅえさんからいただきましたおともネームもね、おちょもネームってなってますからね。ですね、僕はそんなにこだわりないですね。ルーティーンとかお風呂のとかはないですけど、たまにお清めの風呂に入るぐらいですかね。あの鬼殺しと粗塩をぶち込んだ風呂に入るぐらいですかね。はい、たまに入ります。あのすっきりするのは皆さんおすすめです。どういうこと、どういうこと、お清めのお風呂どういう時入るんですか。どういう時入る、なんか気分が沈んだ時なこと聞いてどうすんの。え、じゃあ何、意地悪タナチはなんかある、ルーティーン、お風呂入ってる時シャワーでもいい、なんかありますか。黙るなよリンスを使わない、リンスを使わない、リンス、僕はコンディショナーって言うんですよ僕はコンディショナーって言うんですけど、リンスですか。あのねそこ突っ込むとかじゃないと思うちょっと意地悪したらちょっと傷ついちゃったみたいなんですいませんでした、はい、次。さてね、今回はどんなゲストが来てくださるのか、 YouTube のサムネ見てしまっている皆さんはねもうわかるだろう。うん、諸君わかるだろう、君たちに言いたいゲストはその人だ。それでは参りましょう、森蘭丸で番組スタート。峰田ヒロムの運極のお供ラジオ。お待たせしました、
今回のゲストをお呼びしようかなっていう流れをこの間もやったんだよな。でも今日は安江さんがいないから、あの一人で回さなきゃいけないし、タイムキープもしなきゃいけないし、いろんなことやんなきゃいけないって今一人で思いながら、あ、みんな応援してくれてる、よかったよかった、頑張ります。ということで、峰田ヒロムの運極のお友達を7回目のゲストはこの方です。俺はグリムロードに選ばれた剣王だ。どうも、アラウィン役の小林祐介です。よろしくお願いします。ゲストは声優の小林祐介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本物だよ。本物だ。なんかどうしよう、すごいアウェー感がやばいんですけど、そんなことない、そんなことない、そんなことないです。もうみんなわーわー言うんで。あ、本当に大丈夫だと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、小林さんはですね、これまで数々の人気アニメに出演されておりまして、はい、ありがとうございます。その多くの作品で主役のキャラクターを演じられております。そんな小林さんは2015年からスタートしたアニメモンスターストライクにも主役の穂村蓮役で出演されております。はい、ね、またモンストではですね、先ほど披露されたアラウィンの SS ボイスも担当されております。はい、アラウィンに関してはアニメの方でも出てきて、はいはい、アーサーとのね、はい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 、あの過去の因縁みたいな話。そうだ、そうなんですよ。じゃあもう同じ作品だけど違う出方するってなかなかレアじゃないですかね、はい、レアですし、何より嬉しかったのは、はい、もうそれこそ15年のアニメをやってる時からみんなで、いつ僕たち実装されるのかな、ジュンさんのオラゴンはいるでしょ。あと途中にあのフォックスメタルにあのヒロインポジの葵っていう子が、ね、肩に乗ったやつでボイス乗ってて、あれ俺とか川西くんとか木村ジュリーちゃんとかいつ出るんだろうなって思ってたら、5、6年後にようやく全然違うキャラであのモンストに実装されて、でもめちゃくちゃ嬉しかったし、ようやくかと。いや、そうっすよね、はい、しかもアニメにまで出るっていうことで、はい、これはすごい、もう盛り上がりそうな予感がする、予感がするだけで盛り上がるかわからない。大丈夫、あのお水飲みな。ちょっと落ち着こうか。大丈夫だよ、タイムキーパー俺もしてるから。ありがとうございます、うん、すごく心強いです。いい、実は小林さんと私ミネタは出身の専門学校が同じでして、うん、ね、小林さんは僕の先輩ということで2010年卒業。嘘、そうだっけ、書いてあるんですけど。あ、そうか、もうちょっと自分もうろ覚えなんですけども、そうそう、僕も2015年だっけみたいなことになってますけど、うん、2015年卒業ということで、はい、5年先輩ということで。でもさらにね、あの声優始めたのが僕そっからちょっと遅いんで、なんかすごい先輩です。でもあれですよね、僕もちょっとあのウィキペディア的なの見させてもらったんですけど、はいはい、活動自体は2014年ぐらいからされてるんですよ、ね、あ、でもそうですね、これモンストが多分その2014年で、うん、その学校行ってる時にデビューさせていただいたって形だったんですよ、うん、もうすごいことじゃない、在学中からちゃんとした仕事をしてるって。本当にです、ある意味学生の中でのヒエラルキーがちょっとできちゃうというか、なんかありますよね、あのなんかよくわかんないスター感、なんか あいつ仕事してんのもうみたいな。でももちろんだって小林さんもやってたじゃないですか、もう吹き替えのやつで。ああ、でもあれの話をするとね、ちょっと暗い話になる。あ、ちょっとどこ。いやいや別にいいんだけど、まあでもさ、ほら、はい、僕たちの学校って、はい、ワークショップという名目でさ、はいはいはい、プロとお仕事させていただけるんだよね。そうなんですよ。そうで、そのまあ、そもそも僕まだその一番上のクラスになりたてで、はいはいはい、アフレコをやったことがなかったのよ、授業でも。あ、まだ。なるほど。でも急にお吹き替えのお仕事が来て、はい、でもちょっと僕まだマイク前に立ったことがあの体験授業の時のやつぐらいでっつったら、あ、それはまずいねっていうので入れてもらったのが一番最初の吹き替えだったの。へえ。本当はそれで慣れてもらって、はい、その次のやつをメインにやってもらおうと思ったんだけど、おその1回目があまりにもできなすぎて、その次の仕事なくなるっていうすごく辛い思いをした学生生活があって、それは何ですかね、あの緊張とかだったんですかね。まあ、緊張もあったし、はい、そうね、マイク前でのお芝居っていうのにまだ単純に慣れてなかったから、どのぐらいやればいいのか、 あと結構当時はもうちょっと声も高めだったから、はいはいはい、その中あの戦で結構兵士とかが腕みたいな感じでのぶとい声をやるやつだったからさ、どうしても向こうの人の顔とも声がちょっとかけ離れちゃって、もうちょっと低くできないのかみたいな、はいはい、本当に行け打てマガジンチェンジっていう3ことだけだった。マガジンチェンジ、そう、マガジンってあのマシンガンとか の、はいはい、あのやつを下のやつですね、そうそう、取り替える掛け声だったんだけど、5、6回ずつぐらいリテイクして。マジですか。
帰りてえって思ってた。小林さんでもそういうことあるんですね、やっぱ。あった。いやでも今の俺だったら余裕ですもんね。今の俺だったらそうですね。ですよね。言うてもちょっと10年近くやってるんで。いやまあそうっすよ ね。いやでもなかなかその学校の通ってる中で仕事ができるっていうのは本当にいい経験ですし、うん、いい学校だなって思いますね。皆さん AMG って言います。アミューズメントメディア総合学院です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてね、お手元にはですね、はい、小林さんのリサーチ表がありまして、はい、もうすんごい調べるんですよ、うちの作家さんは。いやすごいですよね。中には、はい、これ俺どこで行ったっけみたいなやつらも入ってて、はい、ちょっと怖い。いや本当に探偵並みに調べてくれるんですよ。でもね今日はいないっていう ね。そうね。いつもこの辺でなんかいやそんなことないですよとかよく喋るタイプの作家さんなんで。そうなんだ。そうなんですよ、今日ヤジが少なくてだからこんなにこちょっと頑張ってる。大丈夫、もうちょっと肩の力抜いて大丈夫で抜こう、ということでいろいろ聞いていきたいんですけど、うん、なんか僕気になったのが、はい、この大学で空手部に入ってしまい、はい、週5の厳しい練習で何クソ精神が身についたっていう。はい、まさにその通り。大学に入って、はい、まあ、せっかくならサークルライフというものを堪能してみたいなと思ってね。でもどうせやるんだったら身につくものがいい、はい、で僕身長が低いせいもあって結構舐められることが多かったから。なるほど。喧嘩だったら負けないような力強さを身につければ誰にも舐められないっていう安直な理由で、あの空手同好会に入ったつもりだったのよ。あーなるほど、はいはいはい、空手サークルにね、はいはい、だから先輩たちも勧誘の時にあーもうなんか週 2,3 ぐらいでもうなんかみんなでふわっと楽しい感じでやるサークルだよって言われたからあいいですね入りますって言ったのに蓋を開けてみたら、はい、週5がっつりやる部活だったっていう。週5がっつりってことはなんか選手権とかも目指してるぐらいのいやそうね、でも定期的に大会もあったし、はいはいはい、本当に本格的にやることになってしもて。でもそれまではやってなかったんですもんね、空手。空手はやってなかった。剣道とかはやってたんですもんね、うん、そう剣道をやってて、はいはい、まあ高校もバレーボールで運動部にずっと入ってたから。なるほどなるほど。運動自体に抵抗はなかったんだけど、はいはい、まあ、それにしても空手って、まあ、試合では寸止めなんだけれども、はい、稽古の時は思いっきり相手にガツガツ当てて、うわ、うん、こっちも殴られだからすごいね、毎日毎日もうやめたいでもやめられないっていうのを4年過ごしたおかげで、はい、なんかね大抵のことでは折れない心がついた。あーいいっすね。でも格闘技ってそういうのはありますよね。僕なんか中学の時に柔道やってたんで、うんうんうん、僕もなんかそういう感じでそのあんま練習好きじゃなかったんですよ、はい、なんでちょこちょこしか行ってなかったんですけどレギュラーだったりしたんで、うん、なかなかこう練習も大変だし結構なんでしょうね汗水流してみたいな練習が多かったんで、うん、練習やだなと思いながらなんですけど、まあ、勝った時はやっぱ嬉しいんでね、その時の何クソ精神がちょっとは生かされてんのかなって今も思ってますね。だし大学の頃のその武道だったから、はいはい、礼儀もかなりしっかり学ばさせられたのよ。はいはいはい、うん、だからそれもあって、まあ、その後に社会人を経るんだけど、はい、社会人の時とかもそういう礼儀の面ではすごく君いいねと言われたし、はいはい、こっちに来てからも礼儀正しいですねっていうことを本当にデビューしたての時はよく言われて、はいはいはい、元を正せばそれも空手の先輩たちの教えのおかげだったのかなとは思うね。僕もあの座りながらするお辞儀得意ですね、うん、正座の、はい、正座のやつみたいな、ね、こう左からついてみたいな。あそうですそうです、やるよね、懐かしいでもさ、はい、柔道って畳だから雑巾掛けとかしなかったでしょ。しました。するんだ。畳もやっぱ汚れるじゃないですか、うん、なんで綺麗にするためにこう雑巾掛けとかやったんで、しかも広い会場とかだったりすると大変なんですよね、端から端までが50メートルぐらいあるじゃないですか、うん、あるよ。あんなん掛けるのしんどいですし、柔道って、うん、あれ空手は床は普通にそのまま床でやりますか、うん、普通に板の目でやる。あそうですね、柔道は畳敷いてやるんで、その畳敷く作業もやんなきゃいけないんですよ、うん、剣道場と兼用みたいな感じだったんで、はいはい、最寄りの武道場で大会が開かれる場合は、うん、その最寄りの中学校の人たちが前日とかに準備しなきゃいけないんですよ。で僕最寄りのところすごい多かったんですごい準備してましたね。畳剥がすのも得意でしたし、あの設置するのも得意でしたから。ああ、
そうね、大変なんですよ、いろいろ。そうなんです。なんか全然関係ない話ぐらい盛り上がってる。いやでも大丈夫です、関係ない話しかしないです。あ、本当の話はちょっとやります。あ、分かった。よかったよかった。ちょっとやるんですけど、まだまだ関係ない話僕聞きたいんですよね。なになに。あの特撮も好きで、あ、うん、レッドが好き。ちなみに戦隊もののオーディションも受けたことあるんですか。あります。ほんとどっから入手してきたこれ。でもどうやって受けたんですか、その時は。いや単純に事務所に、はい、あのオーディションが来て、でもそれもね、事務所に入った1年目、まあ、年齢的にまだ受けられるから受けてみる、はい、って言われたんだけど、はいはいはい、まず身長的に僕 163.5 ですけど大丈夫ですかと、はいはい、まあ、とりあえず出してみればいいんじゃんって出して、はい、まあ、見事にあの書類で落ちたんですけど、ね、何ここって声優事務所だと思ってたけど、そんなものも受けられるんだ、わふーってテンション上がったの覚えてる。いや確かにそうっすよね、うん、僕は今入ってる事務所じゃない時になんか受けたことがあるんですけど、うん、あの戦隊もののオーディションって実は東映の下に張り出してあったりとかするらしくて、一応公募の手取ってあるらしいんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。でもいつ張りますとかないんですって。あ、じゃあちょくちょく見てれば、見てれば受けられる可能性があるはあるっていう感じなんですよ。マジちょっと今からでも通うか、今からでも全然あると思いますしね。マジか。いやしかもなんならあれかもしれないです、翻訳で出れなくても声で出演とかもあるかもしれないんで。そうね、確かにこう声のオーディションはでもちょくちょくやっぱ来るようになって、はい、あ、本当ですか。そう、いつか出たいなとは思う。いやそうっすよね。なんか僕はそれも含めて、あの僕仮面ライダーに出たいんですよ。出れるよ。出たいんですよ。出れるよ。そのためにアクションとアクロバットと盾っといろいろやってて、自分で、うん、すごいね。いつでも自分で戦えます精神で、声の方からなって、あの、うん、本体もどうぞみたいなために今の事務所に入ったと言っても過言ではないんですけど。すごい。でもやっぱ声優志望としてこの業界に来たの。あ、そうです、はい、声優志望なんですけど、昔からちょっとなりたいなとは思ってたんで、うん、そのサブの夢としてずっと取っておこうとは思ってたんですけど。サブにしてはでかい夢だよね。でも今ね、声優も活躍の場が、ね、ドラマに先輩たちも出演されるし、ね、特撮も、まあ、ありえないことじゃないよね。いやもうね、やってる方もなんかちょこちょこいらっしゃいますよね。そう、いらっしゃる。そうですよね。だからなんかいつかあればいいなと思いながら、うん、こう日々過ごしてはいるんですけど。なんかちなみに小林さんもなんかアクロバットやられるとか、あのなんか書いてあるんですけど。そうね、僕中学の時に剣道と一緒に機械体操もやってたのよ、はい、そんなダブルジョブできるんですかあれ。あ、そう、しかもね、どっちも学校の部活、学校の部活は吹奏楽やってて、えで警察道場で剣道をやって、はいはい、今2つですね、はい、そうで、あの体操選手が経営してる体操教室で体操やってた、はい、あ、3つ同時進行でやってたんですか。そうだから俺収録でね、あの習い事やってた。いやいや、すごい。めちゃくちゃやりますね。そう、中学が一番忙しかった。いや、もういろんなことに興味があったってことなんですか。そうね、まあでも機械体操は特撮の影響で、はい、あー、うん、なるほど。やっぱバク転とかバク宙とかできるようになりたいっていうので、わがまま言ってやらせてもらったんだけど、だからもう今は、でもね、3年ぐらい前に久々にちょっと個人でやってるところに行って、はいはい、バク転バク宙の練習して、はいはい、お、まだいけんなって思ってたけど、はい、1回しか行ってなくて。あ、本当ですか。で、なんかちょっといけたらいいですねって言いつつ、なんかもう3年ぐらい空いちゃったんだけど、はいはい、ちょくちょくインストラクターの方から、はい、お久しぶりです、お元気ですかみたいな連絡が来るから、めちゃくちゃマメですね。そう、なんか断りづれーって思いながら、すいません、ちょっと。いやー、なるほど。なんか僕結構週1とかで練習してて。じゃあもうガチガチにできるんだ。で、僕がやってるのってなんかトリッキングっていう種類で、なんかバク転バク宙だと縦じゃないですか、うん、斜め系が多いですね。ああ、はい、あれか、パルクールとか。そうそう、パルクールみたいなやつ。はい、それの一歩手前です。俺今ね、一番やりたいのパルクールの、はい、あれ、一緒に行きましょう。行く？練習しましょう。教えてくれる人いるんで。あ、本当に、はい、でもちょっとパルクールはさ、危険度がだいぶ高いから、万が一怪我したら本業に支障が出るのは良くないなと思います。そうなんです。だから安全なところで練習してます。ちゃんとマットの敷いてある。そうね、はい、あ、いいね、ちょっと共通の趣味があって。あ、いい、ね、よかった。これは僕もなんか役に立てると思いました。そんなことはない。やったぜと思って今日出てもらった甲斐があったと思って。やった。じゃあちょっと後で教えてもらうから、その場で。ぜひとも。なんかいっぱいいろいろね、リサーチしてくれてる中でなんですけど、うん、声優の話になるんですけど、はい、あの
受からなくて挫折しそうになった時に励みになったのが声優松岡義嗣さんの存在だったとか、あ、はい、だから今でも仲良しでウェブ番組で共演とか、こう受からなかった時の精神の処理の仕方みたいなのって、うん、あのすごい今マストで僕必要なことなんですけど、うんうん、まあ一応僕はあの落ちたらあのすぐ走るようにしてて、まあ基本毎日、うん、ほぼ毎日走ってるんですけど、うん、走ってると何でも忘れちゃうんで、うん、あのすっきりしてるんですけど、どうしてもそれでも解消ならない時はどうしたもんかなと思ってまして、いろいろ方法はあるけど、はい一番はうちね、オーディション落ちたこと連絡来ないのよ。あー、うちもです。でもそれがねだいぶメンタルには優しくて、やっぱ落ちましたって言われるとあーってなんかどうしても反応しちゃうじゃん。はい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 。逆に最近はそのオーディションやってから実際アニメ化されるまで半年とか1年ぐらい、はい、先のこともあって、はい、なんかパッともうその発表がされた時にあれ俺なんか受けた気がするけど、あ、じゃあダメだったのかって、そんだけ期間が空いたおかげでショックを受けなくて済む。なるほど、うん、でも片っ端からもう、まあ、連絡来ないことをいいと思って、うんうん、だから連絡来たらあのなんかワンチャンあったみたいなことに思っとけば、そうそう、メンタルの持ち方的にそうしとけば大丈夫って感じですね、うん。まあとね、これはまあいいのか悪いのか分かんないけど、はい、俺オーディションは落ちるものだと思って受けてるから、あ、なるほど、やっぱね声優も今100人200人、はい、300人といる中でさ、はい、のうちの1人を選ぶわけじゃん、はい、受かる方が奇跡だなって前々から思ってるから、はいはいはい、この精神でだからほんと10個受けて1個受かればいい、まあ、同じそうと思ってたんだけど、はい、最近まさにね、あの義嗣とちょっと久しぶりに会って話してた時に、最近なんかオーディションへの取り組み方とかに困ってるんだけど、はい、どうやってるって言ったら、はいはい、うん、俺未だに手が抜けないからさ、原作を読んですごい準備してやんないと未だに不安でさってすごい言ってて、そうなんだ、そうね、本当にめちゃくちゃ忙しいあいつがそれでもそれだけやってる、俺ってそこまで熱意を持って未だにできてたかなと思い返して、はい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 、改めてもうちょっと作り込んでみようって思うようにまた今なってて、なるほど、でもその分落ちた時のショックはでかくなるとは思うんだけど、うん、そうっすよね、なんかどこかショックを受けないように言い訳を少し残してた気がする自分に気づいたから、ちょっとそこは鞭打たなきゃと思うようになった。なるほど、うん、いやもうそんな一線で活躍してる方々の話貴重すぎるな。でもさ逆に聞きたいんだけど、はいはいはい、オーディションする時に心がけてることとかある？あ、なるほどですね。オーディション僕はありますね、わりかしあって、もちろん原作も読みますし、うん、なんかなるべくその人のやってることをやるっていうのが僕は、うん、役作りする時に結構あるんですけど、うん、オーディションの時もなるべく似たような景色を見るようにしたりとか、うんうん、その行動を撮ってみたりとかすることは多いですね。なんかアクションやってんだったらアクション やりますし、ボクシングやるならボクシングやってみたいな、でダンスするならダンスやってみたいな感じで、実際動きながらとかはやったりしますね、やっぱり。お、はい、すごい舞台俳優って感じだ。いやでも難しいっすよね。なんかある作品でいっぱい喋ることがあったんですけど、メインの作品で、うん、でその時に結構その登場人物がこうメンタルの浮き沈みが激しくて、うん、でなんか自分では気づいてないけどめちゃくちゃストレスきちゃってジンマシン出てるみたいなシーンがあった時に本当にジンマシン出してったんですよ。へー、ストイック。めっちゃストレス自分で与えてかきむしってなんかそれで出たと思って、うん、でそっからその現場行って、あ、ジンマシン出ましたっつったら、何やってんのってめっちゃ音響の人に怒られました。そうね、峰田くんは命縮めるタイプ命大事にいこう。いやでもやっぱ命使わないとダメなのかなと思いながらまあ生き様としてはね、かっこいいし、やっぱそうありたいとも思うけど、はい、でもそれで5年10年ぐらいしてくると多分昔みたいにできなくなってくるから、なんか今すでにもうまさにちょっとずつ どうしたらいいんだって時がたまにあったりして、こっからさらにそうなった時には自分はどうするべきなのかっていうのに今すごくなってますね、うん。
まあ、でも経験を積んでいったらきっと実際に動かなくても予測だったりとか予想ができるようにやっぱ役者としての成長でなってくると思うから、そうなったらそこの感性に身を委ねてみると新しい世界が見えるんじゃないかな。うわめちゃくちゃいいこと言ってもらいましたよ。すいません急に偉そうな。いやいやめちゃくちゃありがたいです。水野もすごいな。俺たち水の消費結構激しいっす。すげえっす。もういつもなんか違うベクトルで水飲まないとかあるんですけど今日はなんか水飲みたくなりますね。酒飲んでるみたいになりますね。大丈夫本当にお水でございます。先輩とマンツーマンで話させてもらってこんな濃いめな話してて、うん、もうめちゃくちゃ僕の聞きたいこと聞けたんで、ああよかった。ちょっとせっかくなんで、はい、モンストのアニメの話も聞きたいなと思ってまして、はいはい、うん、もう結構もう2015年なんで、うん、もう結構前ですよね。でもねすごく覚えてるアニメのこと。本当ですか。それこそオーディションの時も、はい、モンストのオーディションって掛け合い形式で、もう4人ぐらい一緒にブースに入ってやったのよ。で僕オーディションの時にちょうどオラゴン役が福島純さんで、はい、よろしくお願いしますって純さんともまだそんな話したこともなかったんだけど、はいはいはい、まだに覚えてる。すごいのよ本当にじゅんさんが台本からは外れてないんだけれどもなんでそんな風に読むのっていうぐらいオリジナリティが溢れすぎててで俺の次のセリフがツッコミなのよ。うるせえわみたいなツッコミだったんだけど、はいはい、オラゴンはこうやって思うのでっていう風にすっごい間延びするから、ツッコミがその次のセリフと合わないなと思ったから、はいはいはい、アドリブでいや長えよってツッコミを入れたのよ、はいはい、いやオーディションでアドリブやるなんて、まあ、言語道断なわけよそうですよね。でもそうしないと俺はちょっと役者としてなんかダメな気がするって思ってやって、はいはい、あこれ落ちたなと思ったらなぜか受かったセットでそうそうそう。でもねじゅんさんも、はい、なんかそれで終わった後珍しく音響監督がちょっと怒ってたっていう、はい、連帯責任だからねありがとうございましたって終わって、うわなんかそこの場にいる人たちみんなあこれ俺たち落ちたやつじゃんって思ったんだけどあのねほぼほぼそこにいた人たちが受かってたっていう。あすごい。それでじゅんさんもあこれでいいんだなって思ったのか、はい、アニメ本編の時のアドリブマジ多かったなんかジュンさんが来た時にチラッと聞いたんですけど、うん、本当に外れない程度で、うん、ジュンさんのなんか座右の銘がやりすぎるらしいんで、あそう本当やりすぎてただから僕もその精神やっぱやりすぎた方がいいんだと思ってこのラジオずっとぶっ通してきましたけど、うん、小林さんが出てくれたおかげで一瞬止まりました今ここで。よかったよかったあのねあれは憧れるのはいいけど、はい、目指しちゃいけない例だあれは本当じゅんさんのオンリーワンだなと思うし、いや本当にすごいなと思いましたね。うんでもねじゅんさんのすごいところは、はい、じゃあやりすぎてやりすぎって言われた時に、はい、ちゃんと方向修正をして、いやそこなんですよね。それでもちょっとやりすぎるところがすごいと思う普通ビビってできないのに本当すごいっすよね、うん、あれは本当ビビります。うん、やっぱ2人のその掛け合い感ってめちゃくちゃ多分本編でも重要だったじゃないですか、うんそうね、なんでそこをやっぱ監督さんたちは見て、うん、この2人で行こうってなったんですよね、うん、いやでも他のキャストもほぼほぼなんか初めましてに近い人たちばっかりだったんだけど、みんな、ね、数年経つにつれて、それこそねあの川西くんがモンストもアニメやる前からプレイしてて、はいはい、で僕たちもせっかくだから始めよう、はいはい、俺最初ずっと先生先生って言ってたんだけど、はいはい、もう彼が引っ張ってみんなでマルチをして、はいはい、ほんで当時あのジュンさんはガラケーだったから、うん、俺だけできないんだよなって言いながらずっと横にもうガシャーってみんなで楽しくやってた。すごい楽しい思い出いっぱい詰まってさっきから真似してくれるジュンさんの声めっちゃ似てる。嬉しい。すごい雰囲気がめっちゃ似てるやった本当その川西さんはめちゃくちゃ今でもやってるんで、僕はもうたまに一緒にやらせてもらうんですけど、うん、もう今でももうずっとその新しいイベントが出たらやってみたいなのずっと駆け抜けてるんでね、うん、すごいよね続けられるのが。いやすごいです。やっぱコツコツ続けるって何事でも大事なんだなって思いました、うん、いいまとめ方ミネタヒロムの運極のお友ラジオ。さてここからは番組が用意した企画をゲストの小林さんと一緒に行っていきます。うん、そこ噛まないで。
ドキドキ、噛んだらダメよグランプリ、どうしようどうしよう、どうしよう、もう心の中で迷ってる自分がいるよ。やりすぎるべきか、そのままでいくべきか。なんかもっとセクシーなパターンも聞いてみたいな。本番いきます、はい、お願いします。そこは噛まないで。ドキドキ、噛んだらダメよグランプリ。ミネタやる子、やった、よかった、よかった、よかった。で、何なんですかこれ。え、これはですね一言で片付けるなら、出された文章をどちらが最後までよどみなく言えるかを競う企画となっております、はい、ただその文章はですね、巷では言いづらく噛みやすいと言われる言葉がこれでもかというぐらいわんさか盛り込まれているらしくて、はい、まさに神々ワードの宝石箱やという状態でございます。いや頼むからさ、ちょっとブレスで動揺を見せないでくれ俺がちょっと動揺するちょっとはい、やりますちゃんとやります、はいはい、噛んだらそこでストップして、うん、読み上げのターンを相手に渡します、はい、で相手が途中で噛んだら、うん、自分のターンになって最初から再スタートという流れになっております。地獄、もう地獄のような企画でございます、うん、はい、噛まずに先にゴールするのが小林さんか僕かというスタッフさんによる極悪非道、そんな企画となっております。きっとこの企画すぐ終わって時間余りますよ、声優なめんなよですよ。はい、台本綺麗に読んでいただきました。僕がね、先陣切ってやりますんで。そうなんですか。ていうかね、初見今からせーので見るのよ。そうなんですよ、声優のお仕事で初見とかなかなかないですから。そうなんですよ、地獄ですよ。どうなってんすかスタッフ、これおかしいぞ、おかしいかな。あと万が一漢字読めなかったら恥ずかしいな。いや漢字読めない可能性ありますね、ミネタは。ということで我々声優なので、はい、感情もしっかり込めて文章を読んでくださいということなんですけど。なら分かってるよ、やるやる、やっかんな、ね、読むかんな。でもね、早く読めとは書いてないから。はあ、確かに読めたらいいんだ。そう、ざまみ果たしてね、最後まで噛まずに読み切るのは僕か小林さんか。さあこれからやってまいります、お願いします、はい、バカ野郎、これから異星人との大一番の戦いが始まるってのに炙りカルビなんて食べられるか。俺が食べていいのが、噛んだ今というか単純に間違えたということで小林さんのターンに参ります。はい、お願いします。バカ野郎、これから異星人と大一番の戦いが始まるってのに炙りカルビなんて食べられるか。俺が食べているのは生バナナだと。ナナガルラン長一回多かった。無理無理無理、バカ野郎、これから異星人との大一番の戦いが始まるってのに炙りカルビなんて食べられるか。なんか噛んだ、食べてられるかなんだ、食べてられるか。俺もしかしてさっき俺も間違えた。あ、なんと、むず、はい、バカ野郎、これから異星人と大一番の戦いが始まるってのに炙りカルビなんて食べてられるか。俺が食べているのは生バナナだといつも言ってるだろう。俺はいいから、その炙りカルビ弁当はあの旅客機で避難するミルコ・クロコップ・フィリポビッチさんとキャリー・パミュパミさんにお渡ししろ。いいな、さあ持っていけ。あの旅客機5分後にはトリニダード・トーバー号に向けて出発するぞ、急げ。誰だこんな時にのんきに歌ってるやつは。シャンソンショーは戦いが終わってからお前の故郷のカリフォルニアで開け。ん？私の故郷は東海岸のマサチューセッツ州です。カリフォルニアじゃなかったのか。なんだよ、早く言ってくれよ。俺もだよ、俺もマサチューセッツ州の出身さ。マサチューセッツ州出身のやつに悪いやつはいない。老若男女みないいやつばっかり。お前も俺もさ。あ、おっとすまない、恋人からの電話だ。もしもし、僕ちゃんでちゅよ。宇宙のアンドロメダ座から大和なでしこのリサさんにラブ注入でちゅ。え、別れたい、俺の性格を見誤った。そんな、頼む、考え直してくれないか。だってそうだろ、こんな時に愛の卒業証書授与されても一回話しようね。今から旅客機に乗ってトリニダードドバコに行こう。イザちゃん、イザちゃん、イザちゃん、あーダメだったー
文字だったのに。どこ、トリニダードドバゴ、トバ、トバゴ、うわー、いけてた今。そうがよ。いや、まだ行くのか。行きます。行くの。バカ野郎、これから異星人との、もうダメです。まだやんの。まだやる。もう、バカ野郎、これから異星人と大一番の戦いが始まるってのに、炙りカルビなんて食べてられるか。俺が食べているのは生バナナだといつも言ってるだろう。言ってるだろう。俺はいいから、その炙りカルビ弁当はあの旅客機で避難するミルコクロコップフィリポピッチさんとキャリーパミパミさんにお渡ししろ。いいな。さあ持っていけ。あの旅客機、5分後にはトリニダード・トーバー号に向けて出発するぞ。急げ。誰だ、こんな時にのんきに歌ってるやつは。シャンソンショーは戦いが終わってから、お前の故郷のカリフォルニアで開け。ん、私の故郷は東海岸のマサチューセッツ州。さあ閉めてください。閉めてくださいね。閉めんの。待って待って、本当俺あとリサちゃんリサちゃんリサちゃん嫌だーで終わりだったんだよ。そうですよ。トリニダードトバゴ、トリニダードトバゴ、トリニダードトバゴ、もう絶対行かない。僕はもうでも3行目でアウトしてますから、それそっから先読んでないですね。あと生バナナってすごい言いづらい、ね、生バナナってむずいっすね。生バナナだと、そうそう、だと。いやすごい、これを書いた脚本家さんはね、あのいい腕してますよ。今日いない人か。今日野鳥くん褒められてるよ、うん、悪い意味でな。あー残念。いや残念ですか、うん、いやでもねえ小林さん、これいかがでした。これ、いやなんでこんなコーナーだったんだろうと切に思っております。いや前半あんなにいい話したのに、なんでこんなところで落とすんですか。ね、よかった前半で、いや滑舌命だからとか言ってなくて。いやそうっすね、よかった言ってなくて。よかった、めちゃくちゃ不倫になる。ということで、はい、以上、噛んだらダメよグランプリでした。はい、ミネタヒロムの運極のお供ラジオ。いやもう別れの時間なんですけれども、はい、小林さんいかがでしたか。いや変な汗かきました。最後の方に怒涛のなんか、あんな地獄が待っているとは思わなかったっすよ。そうですね。いやでもプラス方向に考えれば、はい、まだまだ伸びしろがあるということですね。僕たちですね。それが完全に言えるようになったら、もう僕たち怖いもんないっすよ。確かに初見で言えたらもう間違いないっすもんね、こんなん。いけるいける。いやそういう風になっていこうと思います。はい、いやいい勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでここで告知タイムということで、何か告知はありますか。はい、あそうですね、小林現在いろいろアニメ出させていただいております。詳しくはあの小林ツイッターやっておりますので、はい、そちらのプロフィール欄見ていただくと、はい、あの一通り書いてあります。いやあんまり投稿しないんですけど、本当すいません、謝っときます。すぐフォローしに行きます、後で。あ本当ですか。恐縮です。すぐ行きます。はい、ぜひチェックよろしくお願いします。いやもうなんか数回に1回はあの小林さんのあの落ち着いたトークの回あの作っていただいて、あの僕のあの情緒を落ち着かせていただく回作ってもらってもいいですか、スタッフさん。丸出したよ本当に。あ本当に作ってくれると思います。わかりました。はい、僕の情緒が落ち着きます。あの落ち着いて話してもラジオっていいんだって今日認識したんで。ちょっといつもどんなテンションでやってんのか気になるから、それこそ純3回とか聞いてみようかな。ちょっとあの純3回はやばいと思います本当に。いやなんかもうなんか2人でも殴り合いしすぎておかしなことになってるんで、もうそっか。ちゃんと最後は肩組んで一緒に終わってるんで大丈夫です。そうなんだ、はい、よかったよかった。ということでまたスタジオに遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ゲストは声優の小林裕介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ミネタヒロム運極のお話。さてここからは私ミネタヒロムとリスナーの皆さんをコネクトする時間となっております。よっよかな。まああの企画ですよ。皆さん恋人にしたいモンストキャラご応募ありがとうございました。たくさん投稿していただいて本当に嬉しい限りです。今回はねまた時間の許す限り発表しつつ、次の〇〇のモンストキャラをお題を考えていきたいと思います。お供ネームリエックスからいただきました。恋人にしたいモンストキャラは
私は吉爪様。ビジも好きなんだけど、あ、喋り方真似した方がいいか。クールなイケボとか一途そうだからとても好き。怒られるかもしれない。こんな喋り方してるの見たことないし。もっと普通に喋ってる笑い方しか真似できないもん多分。あ、傷ついちゃってるから。誰だリエックスを傷つけたのは。許さんぞわしか。でも大丈夫、そんなリエックスはいつもコツコツ集めてくれてるんすよ、みんなのね投稿をね。ということで集めてくれた投稿読んでいきたいと思います。お供ネームライズさんからいただきました。恋人にしたいモンストキャラはチオです。可愛いです。覚悟が違います。何の怖いんですけど、覚悟違うんですか。俺はチオを一生守り続けるという覚悟なのか、何かの覚悟でしょうね。何かの覚悟を持っているライズさんでした。ありがとうございます。はい、続いてお供ネームリップさんからいただきました。ありがとうございます。恋人にしたいモンストキャラはノンノアルファちゃんと付き合って朝を起こしに来てほしい。米印5年前のモンスト公式動画影響。 あれね、乙女ゲームのやつか。可愛いですよね。ちょっと怒った表情もまたいい。うん、リップさんの気持ちわかる。タナチわかる。わかんないって。でも他にいるらしい、多分他にいるかも。わかります、やっぱアルファの方が可愛いですよ、どんどん。あー、アルファ派。アルファ派。なるほどなるほど。続いてのお便り参ります。お供ネーム凡人の小口さんからいただきました。ありがとうございます。恋人にしたいモンストキャラはウリアルですね。もう全部可愛いから。確かにな、あの羽とか可愛いよね。羽いっぱいついてるとこ。どっちでしょうね。ね、可愛い方。可愛い方だよ。あ、100点までの答えが、うん、可愛い方だからね。凡人の小口さんいただきました。ありがとうございました。さて、お供ネームひよりさんからいただきました。私が恋人にしたいモンストキャラはウボサスラです。ウボサスラー様の周りの子たちに混じってわちゃわちゃしたいです。あー、周りの子たちに混じって。なるほどね、この周りの子たちになりたいってことね。タコの足みたいなところ。違うとこになりたいのかね。これに対するリエクスさんのリプライ。魂操られちゃいたいね。え、ありがとうございます。続いてお供ネーム六五郎さんからいただきました。恋人にしたいモンストキャラはエンジェリーディーバですね。4人の天使に囲まれてウハウハですわ。欲強っ。リュックスも強欲、それもまた良きっつってる。欲強いな、どっちもどっちだ。いやでもハーレムはね、ちょっと男の夢みたいなところありますからねえ。ハーレムいいよな。どう思う？どう思う、タナチュさん。男の意味ですよ。オウム返し。ヒギオウム返し。これ4人だったらどなたが起こるんですか？4人だったらガブちゃん。ガブリエル。タナチュさんの4人だったら？あー、ディーバ推しなんだ。タナチュさん、実はディーバ推しだっていうあのタレコミ入りました。あ、待ち受けになんかあるらしい。あ、ここにあるわって言われてる今。ブース越しに見せられる。誰だ。見えなかった。もう一台ある。あー、本当だ、ディーバだ。その中でも推しを決められないっていう野暮な言い方はないですからね。誰が一番か決めてください。それでは3、2、1、どうぞ。箱推し。強欲め、みんな大好きか。選べない。選べない。ちなみになんですけど、エンジェリーディーバのどこがいいかちょっとあの簡潔に教えてもらってもいいですか。歌がいいですね。簡潔だった。あ、容姿とかじゃなくて彼女たちの歌。ディーバですからね、やっぱね、はい、そういうところにフォーカス当ててるってことですね。箱推しということ。タネスさんは恋人にしたいモンストキャラ六五郎さんと一緒ってことですね。じゃあ
恋人にしたいわけじゃないです。だから箱推しだから。ああ。見れてる存在だから。別に恋人じゃなくてもいい。恋人はまた別のキャラだ。恋人はまた別のキャラ。ああ、へえ。ちなみに、あの恋人にしたいモンストキャラはどなたですか？ぐんぐんにいるアルファ。ぐんぐんにいるアルファ。しかもアルファ、アルファの方が可愛いってさっきから言ってるから、アルファだ。ここでアルファの伏線回収したらグングニルか。グングニルアルファのどの辺が刺さるんですか？あ、ロングヘアのところが。そこ結構な割合でロングヘアだ。置いといてよ、目の前やんない、モーションでやんないでください。続いてのお便り紹介していきます。お供ネーム天童サポロさんからいただきました。やっぱり推しは、最推しはワルプルギス姉さん。可愛い、美しい、かっこいい、だけど心配性で意外と抜けてるところもあったり、一緒にいるだけで幸せな時間を過ごせそうです。まあね、結構その重心化とかでギャンブルっぽいのがやっぱ後ろにいっぱいあるじゃないですか。やっぱね、恋はギャンブルって言いますから、引きがいい時もあれば、めちゃくちゃ負ける時もありますからね、いいコメント。格変に入りたいもんですわ。はい、続いてのお供ネーム、我が名は可愛いアイス、かっこ一旦これさんからいただきました。キューキーですね。お姉さん感半端なくて好きです。あ、キューキーね。キューキーはね、懐かしいですね。キューキーはあの僕が降臨した時に、あのモンストの公式で生配信の時かな、攻略したキャラですわ。コソ連の成果があって、なんかよくわかんないミラクルショットを出すミネタっていうのが見れます。 YouTube にまだ残ってると思いますんで、皆さんそちらも合わせてご覧ください。お姉さん感ね。え、お姉さん感合ってるよな。なんかさっきから自分で何言ってるのかわかんなくて、お姉さん感合ってるよね。そう、お姉さん感半端ないの。確かにね、ロングヘアだな。ポニーテ、大ポニーテポニーテールかどうかもわからないけど、まあロングヘアとお姉さんか、やっぱね、こう隠し持ってる感がいいんだろうな。そうじゃないって言われそう。続いて紹介します。トフさんからいただきました。恋人にしたいモンストキャラはルシファー。モンスト始めて一番最初に手に入れたキャラだから思い入れあります。なるほどね。でもルシファーって人結構多くないですか？多分多いですね。まあね、モンストといえばみたいなキャラクターの中に入ってきますからね。ルシファーはいっぱいありますから、バージョン違いが。どのルシファーがいいんだろうな。ありがとうございます。続いてお供ネーム勝負さんからいただきました。恋人にしたいモンストキャラはスケルツァンドです。好きなタイプがわかるかもしれない、わらわら。スケルツァンドって結構幼めだよね。あ、なるほど、こういうのが好きなんだ、勝負さん。へえ、いるよね、たまにボスロリンみたいな感じのね、ボスロリン格好、華やかな格好してる女の子ね、好きよね、たまにいるよね。ボスロリン大事ですよね。好きなんですか？いや、別にそうじゃないですよ。ボスロリン大事ですよねっていうか、ボスロリン好きなのかと思って。好き、好きでもない、嫌い、好き嫌い、どっちですか？いや、どっちでもない。どっちでもないんかい。いや、じゃあ好きにしときましょうか。好きらしいです。お供ネーム猫星さんからいただきました。超マイナーかもしんないな、わしは猫娘が好きなんよ。せやからモンスト始めた頃からオナゴキャラはバステトが好きなんよ。バステト可愛い、ずっと好きなんよ。ということで、バステトね。でもバステトはやっぱみんなね、覚えてるキャラだと思いますよね。比較的登場回数多いですから、いろんなクエストとかで。でもバステトちゃんな、結構ね、攻めた服装してますよね。なんかモンストってたまにめちゃくちゃ服着てるか、めちゃくちゃ攻めた服か、どっちかだと思ってて、攻めた方ですね、バステトちゃんはね。いいね、バステトちゃん可愛いですよ。いいよ。続いて紹介します。お供ネーム木戸優さんから、恋人にしたいモンストキャラは最推しの鬼丸です。かっこいいけど甘いお顔で、長い髪に弱いのかな。鬼丸になら抱かれてもいいです。 おっといいんかい。鬼丸の手はすごいぞ、多分爪が引っかかるぞ、いろんなところに。大丈夫かな。でも片手普通だからね。
鬼丸な、角も生えちゃうからな。角みたいな髪の毛だからな。鬼丸か、鬼丸かっこいいよね。重心化した時のポーズもかっこいいよね。かっこいいけど甘いお顔でね。鬼丸はそうだな、誘い攻めかな。何が。さあ皆さんありがとうございました。さてここで次なるお題ですが、いくつかね候補案が出てまして、上司にしたいモンストキャラ、または結婚したら案外いい夫婦になるんじゃないの、そんな2人のキャラは。あーなるほどね、そういうカップリングを探す的なやつだ。そしてもう一つが弟妹にしたいモンストキャラは。あーなるほど、そうだな、これ以外にでも全然いいって言われてるんですけど、どうしよっかな。じゃあ怒られたいモンストキャラは。これどう、いい、丸出たっていうことで、じゃあ次回募集する〇〇のモンストキャラは怒られたいモンストキャラにします。皆さんじゃあね、どうぞ思いついたキャラと理由を一緒に教えてください。番組でガシガシ紹介したいと思います。あと〇〇したいモンストキャラという〇〇のね、今回僕が決めちゃいましたけど、あの候補もお待ちしておりますので、そちらも合わせてご応募ください。ミネタヒロムの運極のお供ラジオ、お届けしてきました運極のお供ラジオ、お別れの時間が近づいてまいりました。皆さんいかがでしたでしょうか。今回はね、やっとミネタのやりすぎ問題が解消されて、まあやりすぎてるかやりすぎてないかって言われたら別にやりすぎではないんですけど、たまにはそのままの君でもいいんだよって小林の祐介さんが言ってくれたのでね、たまにはやろうかなと思いますけど、小林さんにはいっぱい引っ張ってもらいました。うん、オラゴンみてえな気持ち、ありがとうである。はい、ということで番組では皆さんからのメッセージを募集しております。面白かったよとか、こんなことやってほしいとか、こんなゲスト呼んでとか、何でも OK です。 YouTube のコメント欄やメッセージフォーム、 Twitter などでお待ちしております。番組ハッシュタグは運友です。運が漢字で、友はひらがなでお願いします。そしてこう先ほどねコーナーでありました、〇〇してもらいたいとか、〇〇したいモンストキャラ選手権、次回のテーマは怒られたいモンストキャラ、怒られたいモンストキャラでございます。皆様ぜひともご応募お願いします。ほいでもって声優さんやアーティストさんでゲストに出たいという方、次戦他戦に関わらず連絡をお待ちしております。先日ゴージャスさんが誕生日で僕おめでとうございますってコメントしたら、ラジオで宇宙海賊のなり方教えますって言われたんで僕宇宙海賊になりたいんで、いつか教えてもらいたいなと思っておりますんで、ゴージャスさんそのうちいらしてください、よろしくお願いします。今日はね急遽ついてくれましたタヌチさんです、ありがとうございました。ありがとうございました。それではミネタヒロムの運極のお友達を次回もどうぞお楽しみに。さらばだ。